どうも、ラオチンです。本日もマインクラフトやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も前回と続きまして、豆腐クラフトやっていきます。前回は、エンダードラゴンにもろにやられてしまったんだけども、今日は勝ちましょう。豆腐を一から作ってると、結構時間がかかってしまうので、クリエイティブモードでアイテムをゲットしていきます。前回はね、この地獄豆と福豆使っていきましたけども、今日はこれ、燃え盛る地獄豆。相当ダメージあるんじゃない？そして、魂豆、ソウル豆かな？これも使っていこう。で、装備品だけども、前回は石豆腐だったね。やっぱりそんなに攻撃力はありません。やっぱりこの鋼豆腐、混合豆腐、このあたりを使っていかないとダメなんだろうね。一番強い装備をつけて、特攻してみましょう。おお、見た目結構かっこいいね。キラキラしてていいよ。能力はこんな感じ。防御力、そこそこ高い。ダイヤモンドよりも若干硬いぐらいかな。これならいけるでしょう。エンダードラゴン待ってろ。ちなみに、豆は遠距離攻撃です。こういう感じで投げつけてダメージを与えていきます。これが魂の豆だね。そしてこっちが燃え盛る地獄豆。ほらほらほら、炎が出るよ。これは絶対強いはず。それではなんとか倒してみましょうか。前回思いっきりやれたからね。今日はやるよ。まだ全然慣れてないんで、エンダーマンが来た時が多分やばいんだよな。じゃあまずは地獄豆で。ダメージをもろに与えていっちゃおう。痛い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 。おっしゃ、痛い。お、すごい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 。いいダメージだよ。ただ、消費も激しい。いけいけいけ。ものすげえダメージだ。なくなりそうだ。あ、かなりダメージ与えて、半分半分。魂の豆があるんで、こっちでもダメージを与えていける。このパチパチという音がいいね。よっしゃ！チャンス！お、すごい！ダメージ受けても全然大丈夫。よし！まだね、戦い方に慣れてないから、後ろから攻撃しちゃった。これ頭しかダメなのかな？後ろダメージ全然入んなかったけど。はいし！くら、うわ！ちょっと待て待て待て。なんかダメージが、すっげえ食らってる。オッケーオッケーオッケー。豆がまだダメージ入る。豆豆豆豆投げろ、豆を。よし、あ、燃え盛る方が全然ダメージがあるぞ。やばい、なくなっちゃった。あとちょっと、いけ。よっしゃー、倒したじゃあ。ということで、今日は豆腐装備を使ってエンドラーを倒してみました。豆腐装備作るのはめんどくさいけども、使ってみると意外と強いもんだね。ということで、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。